カーソン・スプリンガー・フルマーは、アメリカ合衆国フロリダ州ポーク軍、レイクランド出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ。MLB のシンシナティレッツ参加所属。2012年の MLB ドラフト15巡目で、ボストン・レッドソックスから指名されたが、この時は入団せずに、バンダービルト大学へ進学した。2014年には、 カレッジワールドシリーズで優勝をダンズビースワンソンらと共に経験し、2015年にはナショナルピッチャーオブザイアーアワードに輝いている。2015年の MLB ドラフト一巡目でシカゴホワイトソックスから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級アリゾナリーグホワイトソックスでプロデビュー。A 級ウィンストン製ダッシュでもプレイし、2球団合計で9試合に先発登板して、 防御率1.96、26奪三振を記録した。2016年は開幕を A q バーミングハムバロンズで迎え、7月15日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。7月17日のロサンゼルス・エンゼルス戦でメジャーデビュー。8月17日にトリプル A 級シャーロット・ナイツへ降格し、以降は同球団でプレーした。 この年メジャーでは8試合に登板して0勝2敗、防御率8.49、10奪三振を記録した。2020年7月23日に DF となった。2020年7月25日にウェーバー工事を経て、デトロイトタイガースへ移籍した。8月20日に DF となった。2020年8月25日にウェーバー工事を経て、 ピッツバーグパイレーツへ移籍したが、一試合も登板することなく9月2日に DF となった。その後、9月5日にウェーバー工事を経て、ボルチモアオリオールズへ移籍した。2020年9月21日にウェーバー工事を経て、先月移籍しながら一試合も登板しなかったパイレーツへ、再び移籍したが、2021年3月7日に、 デュアン・アンダーアウッド・ジュニアの加入に伴ってディエフェとなった。その後、3月14日にウェーバー工事を経て新シ,シナ・キレッツへ移籍した。5月21日にディエフェとなり、24日にマイナー契約で参加のトリプル A 級ルイビルバッツへ配属された。ありがとうございます。